はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、選択債権について解説させていただきます。この選択債権、令和3年の10月試験の問10の問題でも出題された内容です。で、そもそも選択債権、これ何なのかというと、債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる債権を言います。まあ、これ何のこっちゃと言ってる意味がわからないと思いますので、ちょっと具体例を入れます。AB 間で A が所有する甲建物または乙建物、これどちらか一方を選択して B さんに売却しますよと、まあ、どちらか一方を B さんに売りますよっていう売買契約を締結した。この場合、売り主 A は建物を引き渡す義務があります。一方で買い主は建物を引き渡してくださいって請求できる権利があります。つまり債権者は買い主、債務者は売り主といった感じになります。で、この場合におけるこの債権者 B さん、まあ、買い主 B さんが持っている債権、これが選択債権なんですね。まあ、この場合、買い主は引き渡し債権があって、その債権の目的っていうのは2つありますよね。まあ、数個の給付、 A さんから見たら今2つどちらか一方を選択して給付するんですよね。で、選択することによってどちらか定まります。そして定まったものについて買い主が請求をして買い取るということなので、買い主 B さんが持っている債権っていうのが選択債権ということになります。で、この選択債権において選択権は誰にあるのか、つまり甲か乙を売却するっていう話なんだけども、どちらにするのか誰が決めるんですかという話です。この場合、まず AB 間で合意があった場合はその合意に従います。まあ、つまり A さんが決めますよって合意しているのであれば、まあ、A さんが選択権者になります。一方で選択する権利は B さんにあるよって定めたのであれば、選択権者は B さんになります。で、当事者以外の人を選択権者に定めることもできるんですね。まあ、これちょっと後でお伝えするんですけども、例えば第三者、この人を選択権者にすることも可能です。とりあえず合意があったらその人が選択権者になるんだよってことですね。じゃあ合意がなかったら誰がこれ選択するのっていうと、これは債務者です。まあ、今回で言えば売り主 A さんがどちらか一方を定める権利を持ちます。なので、まず最初にこの部分は覚えておきましょう。合意がなかった場合は債務者が選択することができるんだよってことですね。で、続いてこの合意があった場合なんですけども、第三者を選択権者に指定しましたと。で、この場合第三者が、まあ、どちらか一方を選ぶわけじゃないですか。じゃあこの選ぶっていうこの意思表示、誰にしなければいけないのかっていうと、これは債務者もしくは債権者どちらか一方です。つまり第三者が買い主 B さんに対してこっち選べます、選択しますって意思表示していいし、または A さんに対してこっちにしますって意思表示をしてもいいっていうことですね。両方にしなければ効力を有しないっていうわけじゃないよってことです。どちらか一方に意思表示をすれば、どっちを選択するのかお伝えをすれば OK だよっていう話です。ただ第三者としては、いやー私選べませんよと、どちらがいいなんてこれ選べません、選択できない場合もあるんですよね。まあ、選択する意思がない場合も含めます。こういった場合はじゃあ誰が選択するのか、これは初めに戻って債務者ですね、売り主 A さんが選択権を持ちますということです。ここまで OK でしょうか。で、続いて給付が不能な場合、例えば甲建物が火災によって滅失しちゃったと、なくなっちゃった、この場合どうなりますかと。この場合っていうのは2つに分けることができます。選択権者の過失によって給付が不能になった。で、選択権者っていうのは、まあ、3者いるわけですね。大きく分けると、売り主 A さんの場合もあれば、買い主 B さんの場合もあれば、その他の人第三者の場合もあるんですけども、どの場合であったとしてもその選択権者の過失によって給付が不能になった。例えば第三者として選びましたと、選択権者は第三者にしました、合意によって。で、この第三者の過失によってこう建物が滅失しちゃったといった場合は、
残りのもので選ぶ形になります。だ今回で言ったらこれなくなっちゃうわけだから、まあ、こっちですよね、まあ、これに決まっちゃうと、まあ、いう話です。で、まあ、今回第三者って言ったんですけど別に飼い主でもいいですよ。選択権者が飼い主だったと、まあ、合意によって決めた場合、まあ、この人の過失によってこう建物がなくなったというのであれば残りのものつまり落ち建物で選ぶよという話です。じゃあ選択権者無過失だったと、例えば大地震によってこっちなくなっちゃったよ、まあ、そういった場合もありますよね。でこの場合どうなるのかというと、この場合は選択権残ります。例えば飼い主が選択権者だったと仮定しましょう。その場合こっちなくなっちゃいました、地震でこっちなくなっちゃったといった場合であったとしても、こっちを選ぶことができるんですよ。でこっちないじゃないのかって思われるかもしれないんですけども、この場合どうなるかというと、飼い主はこっちを請求します。でも売り主はこれを引き渡すことができません。この場合債務不履行に基づく損害賠償請求を飼い主は売り主に対して行うことができるっていうふうなルールになっちゃうんですね。これがここに書いてある内容です。これが選択権者が無過失だった場合です。で今回は選択権者飼い主で説明したんですけども、もし売り主に選択権があったと、で売り主は無過失だった場合は売り主に選択権は残るわけですよ。売り主に残りますね。売り主に残るってことはこっちなくなっちゃってるわけだから、まあ、こっちを選んでこっちを引き渡すって流れになるでしょう、まあ、もちろんこっち別に選んでもいいんですけども、あえてこっち選んで損害賠償請求を受けるってそれしないと思うんですよね。だから、まあ、おそらくその場合っていうのはこっちを選んでこっちを、売ると売却するといった流れになるでしょう。でこの給付不能で頭に入れてほしい内容で言うと、選択権者が過失の場合と過失がない場合によって分かれるってことですね。で選択権者に過失がある場合っていうのは残りのもんで選べましょうと。選択権者が無過失だというのであれば、この場合は選択権者は選択権残ります。自分悪くないわけだから選択する権利は残って、でもし給付不能の方を選んだのであれば相手方っていうのは給付できないわけだから損害賠償請求をして対応するといった流れになります。まあ、今回いろいろ話したんですけども、初めからですね流れで頭に入れていくと頭に入りやすいと思います。ただ一回見ただけでは頭に入らないと思いますんで、何回か動画を見ていただければと思います。宅建試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしてもなかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったりイメージしたり理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がっている実感がないな、もしそう思われているのであればぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。